はい、白熊チャンネル、白熊です。白熊チャンネル、白熊です。白熊です。めっちゃ気持ちいいっすよ今日。今弘前向かってます。いつものスターバックスですね。いやー、この景色すごいっすよ。めっちゃ綺麗。いや、岩木さんがすんごい綺麗なんすよ。いや、ほんと気持ちいい。もうちょっとね、雪、昨日今日ね、今日も寒いんですけど、雪マーク、今日は大丈夫かな、またしばらく雪マークがちょこちょこ出てるんですよ。でもこの間ね、さすがにちょっとびっくりするくらい降りましたね。でタイヤ交換は全然できてないんですよ。まあ、怖くてできないというか、私、ね、いつもこうやって長距離弘前まで来るんで、その間にね、凍ってる、朝早朝来るんでね、凍ってることが多いんで、もうとてもじゃないですけどね、もう来れないっていう状態なんですね。スタッドレスじゃないと。今もね、一部こう凍結してるんで本当に怖いです。スタッドレス、まあもうちょっとね長めに履いておこうかなっては思ってます。交換とあと点検もあるんで、どっちにしろやんなきゃいけないですよ。半年点検があるのでね、どうしてもやらなきゃいけなくて言うんですけど、もうね、道路見えるかな、あれ凍ってるんですよ、ここ脇。もう雪とかでもう完全に凍っちゃってるんで、こうもうね、普通のタイヤは怖いですよ正直に。でも今もう履き替えてる人すごい多いんでね、事故もねその系統でちょっと多いよくて、うちのお客さんでも事故を巻き込まれそうになったっていう方がね、やっぱ何人かおられるんですよ。対向車がまっすぐ突っ込んできたとかこれね、青森で有名なね、大釈迦っていうところなんですけど、あそこの辺りでねあったっていうんですけど、その話をするとみんなやっぱりってあーとかって言っちゃうんですね。もうそれくらい有名な場所なんですけど、見てめっちゃ綺麗、岩木さん見える、すんごい綺麗ですよ。いや、さすが気持ちいいですね、こんだけ綺麗だと。深呼吸何回もしちゃいますよ。いやー、コペン、こういうことは嬉しいですよね。本当に嬉しいですよね。ね、こうやってね、ちょっとね、オープンにできるというね、こう、もう今もね、晴れたからオープンにしようと、高速降りたらオープンとかね、できちゃうんで、いやー、もう目の前、岩木さん、すごいですよ。綺麗すぎて。いや、もうこれね、肉眼で見てほしいな、みんな。ここ桜並、桜のね、並木っていうか街路樹桜なんですよね、ここね。だから春最高っすよ、これからの季節。まだ全然ね、つぼみにもなってないかもしれないですけど、もう絶対気持ちいいんでね。
いやー、いい、最高最高。もう綺麗すぎるよ、やっぱり。お、なんだろう、オープン買ってよかったーって実際思います。これずっと桜なんですよ、これ脇、ずっとこれ脇ね、桜なんですよ、桜、これずっと桜で、もうここ最高に気持ちいいんですよ。もう絶対朝早くよ。で、この後ろめっちゃ綺麗でしょ。ね、すごいでしょ。いやー、逆光で映ってるかな。ね、いやー、気持ちいい、最高に気持ちいい。うん、いいよ、やっぱり。あ、赤だ。ちょっとね、じゃあ周りみんなにね見てもらいましょうか。もうここね、ちょうど赤だとちょっと嬉しいですね。みんなにちょっと紹介ちょっとできそうなんでね。深呼吸。はい、赤、ここ赤んでない、便利。これ見てください、ここすんごい綺麗ですよね。すごいでしょ、あれ、岩木さんね。もうこの景色がね最高でしょ。この中をずっと走るんですよ、わかります？ずっと走るんですよ、この中ずっと走っていきます、ずっとどこまでもね。いや、2台カメラあるとこういう時便利ですね。3台くらい欲しいですね。今狙ってるカメラもあるんですけど、逆光だとね、やっぱり厳しいですよね、どうしてもね。いやー、でも気持ちいい。ということで、この気持ちよさ伝わったかな？伝わってないかな？伝わったら嬉しいですね。まあ、その気持ちよさだけ今日は語って終了とします。ということで、今日はここまでです。ではでは。